さて、都合のいいことに、コインが13万枚ありますよ。どれでも上限解放できそうだな。どのソーセージを育成しましょうかね。と言っても強そうなやつ大体レベル上げてるだろ。そろそろお鍋の季節なので、きりたんぽ。きりたんぽとは、潰したうるち米のご飯をちくわのように杉の棒に巻きつけて焼き、棒から外して食べやすく切った食品。ちなみにうるち米は、普段食べてる米のことです。もち米とは違います。このゲームには珍しく、フォークに刺さってないぜ。早速レベルアップ、13レベまで上げられるので、どこまで強くなってくれるか。スーパーレアの上限解放はコイン消費量多いから、ギリギリだぜ。これでラスト、最終形態は、見た目全然変わんねー。ライフ、562、スピード、153、パワー、120。意外と強くないか？なかなか優秀なステータスですよこれ。スキル、グッドバイ、体力が残り 20% 以下の時、パワーチャージが 104% アップする。ここは、まあまあだな。戦えなくはない、といった感じですかね。オンライン対戦やっていきましょう。夜に潜ればなんとかマッチングできるぜ。おっと、相手もキリタンポ。ノーネームさん、対戦お願いします。お互いめちゃくちゃ細長いな。キリタンポはバランスの良いステータスと、終盤の効果力が特徴です。ソーセージほどはいかないが、それなりにしなってくれるぜ。意外と棒部分が長い。あれれ？スキルが思ったより火力出てなかったな。当て方悪かったですかね。というか、またノーネームさん、今度はラップチョンだぜ。ラップチョンは小さいので攻撃が届かないという残酷な現実。おらまたまたノーネームさん、ソーセージレジェンド前から同じ人とマッチングすることよくあったが、拍車がかかってきたな。スケルトンソーセージの最大レベルなので、相手はフォークに刺さった骨。スケルトンは終盤の耐久力が異常だぜ。ゲゲ、ちょっと攻撃食らいすぎましたかね。でもこっからスキル。いやー。序盤に差を作ってないと負けるぜ。サイドノーネームさん、このゲーム、かそってんのか？どうせ遊ぶなら、新作で遊びたいのがユーザー感情ですからね。さすがにしょうがないか。クリスタルサビロイは、長いだけ。うわー。そろそろ違う人とマッチングしたいですね。本当にランダム対戦してるのか疑われそうだもんな。まあ、こうなりますよね。これ平日の21時に潜ってんだけどな。油断すると10分間同じ人とマッチングし続けるのがソーセージレジェンドです。新作では、オンライン対戦もっと人増えてほしいな。きっと、今よりは増えてくれるはずですよ。じゃないとめっちゃ困るぜ。そしてやっぱりメタルきつい。ようやく違う人。これはシシカバブだぜ。なんやかんやで、今年はシシカバブの年でしたね。シシカバブの年ってなんだよ。シシカバブは連打でゴリ押せるので、キリタンポだと重くないはず。攻撃全部スキルで軽減されてるぜ。あ、でもこっからグッドバイ発動。逆転しましょう。ちょっと厳しいか。いや、いける。おらー。